もう少女のゆるり2まで来ましたけど、ね、もう全然バラバラですから。あら、これ面白いですね。祈り。やっぱり3いっちゃいます。3ね、もう一個の祈りも行きましょうよ。やっぱね、タイトル少女の祈り3ですから、さあ少女の祈り3目はこれ。年齢は9歳で、ふみかと言います。小学生の4年生です。小学4年生ふみかちゃん、今日渋谷に何しに来たの？カラオケに来ました。カラオケ行ったりする？はい。なんか得意な歌ある？得意な歌は、関ジャニエイトという、ジャニーズが好きです。関ジャニだと誰が好き？錦戸亮くんです。なんか特技あったりする？ふみかちゃん、特技は、歌を高くハモることです。高くハモれる？今やれる？できません。今できない。今できない。恥ずかしいもんね。はい。なんか趣味とかあったりするかな？趣味は関ジャニの DVD を見ることです。最近ハマってることある？なんか最近マイブーム、マイブーム、マイブーム、関ジャニの写真を見ることです。関ジャニが好きなんですね。はい。もうじゃあスケラーもね、男の子のタイプは関ジャニだもんね。はい。なんかじゃあふみかちゃんが叶えたい願い事ってあったりしますか？叶えたい願い事これはこの流れでいくと1個じゃないですかね。もうだってすでに何回も同じワード出てきましたけどね。こんだけ出るかっていうぐらいね。しかも今日アシストブラックチェリーのヤスさんなんですけど、まあヤスさんの耳にもこんなに入ったことないんじゃないですかね、自分のゲストに来る番組で。いやいやいや、もう僕も今ねサンプリングされましたもん。なんだかすっごい言ってました。言ってましたよね。でも少女の祈り、本当の少女9歳に聞くとこういうもんですよ。今もう一つのことが、もうそりゃそうですよ。だって一気に自分の世界を占めちゃいましたから。今ふみかちゃんにはもう彼しか見えないですよね。錦戸くんだけですよね。もうそうなんですよ。ここは申し訳ない、はい、ごめんね。ちょっと今日は、あ、いやいやいや、ね、とにかくたまたまマイク向けたら錦戸くんだった。いやいやいや、なもんだから彼女それしか出てこない、うん、いや何聞いてもピュアですよ、うん、これこそリアルな多分ね。だから好きな食べ物あって聞いても関ジャニの錦戸くんが食べたハンバーグとか全部先についちゃうんです。ね、多分そうだと思うんですよ。なるほど、ね、お父さんの名前があったら関ジャニの錦戸くんとはちょっと違う山本みたいな。全部ついちゃうと。なるほどね。さあどう思います？これはやっぱりまああのあれじゃないですか、まあコンサートに行きたいのか、まあ会いたいとか、あ、友達になりたいとか。あのね、やっぱり現実的ですね、今の9歳は。いや、そうなんですか。友達になれるわけないじゃないですか。はい。ね。そこはやっぱりリアルに分かってる。言わないんですね、今。昔だと言うんですけどね。握手したいとか会いたいとか。今もね、いや、無理無理。会えないもん。無理。とか、もう、諦めてます。そこまでは全然出てこないですね。完全に現実的でした。自分ができる精一杯の彼との、まあ、接近する唯一の手段。え？じゃあもう、あれなのかな。そんな、新しい CD が欲しいとかじゃなくてですか？あー、近づいてまいりましたね。改めて言うと趣味、関ジャニのライブ DVD を見ること、最近ハマってること、関ジャニの写真を見ること、好きな男性のタイプ、関ジャニの西戸くん、さあ、お願い事は？なるほど、あ、じゃあ、お願い事、もうね、笑っちゃいますよ。お前、さっき言うたやん、みたいな感じですね。質問が戻っちゃった、みたいな感じです。あまりに好きすぎて。あ、じゃあ、祈りが、祈りは、DVD がもう一回見たい。あ、なるほどなるほど。それじゃあちょっとバカですよね。ね、あの趣味は見ることで、最近の祈りを見ることで、それは違います、ね、あれ、なんだろう。何、あ、ただじゃあ例えばですよ、うん、ヤスさんはそういうこうアイドルとかを好きになった時代とかあったんですか？何かを集めたりだとか。ないですね。ないっすか？全く。もちろんそのこれはびっくりだ。小学校の時にその夕焼けにゃんにゃんね、おにゃんこね、普通そういうの好きだったりしますよ、アイドルとか。好きだったんですけど、まあ人並みにっていうか、まあちょっとテレビ見たりしてなんか CD 買ってはっていうぐらいで、ね、やれ何か本当に親衛隊に入っただとか、それはないですね。もうブロマイドとか釣り集めたとかってないんだ、うん、ないですね。マイブームみたいな何か来たことないですか？これにハマっちゃって集め始めちゃったよだとか。子供の頃ですか？もうでもいいし、今でもいいし、よくほら、結構ね、大人になってもミュージシャンとかほら、大人買いしたりとかして、こう集めたりとかって多いですよ、コレクターとか。ああ、俺ね、
意外にそういうのがなくて、まあ、強いて言うなら漫画ぐらいかなっていう。漫画を結構あのオークションで昔の漫画を集めたりして、まあ俺が子供の頃好きだった漫画とかをね。今のじゃなくてね。そうですそうですそうです。へえ、なんかあの頃に帰れるの。ああ読んでれば、あそれありですね。うん、だから音楽とかもそうなんですけど、結構古いのをなんかこう、あとこ今こうなんか新しく CD で出たりとかねしてるんで、それをなんかあほらで昔のやつ出てんねやん。そうかそうかそうか、そういうタイムスリップできるんだな。うん、なんだろう、ね、9歳でしょ、うん、お小遣いもそんなないんですよ、うん、だから DVD そんなにはやっぱりね買えないですよ。あやっぱねそこら辺のプロファイリングも9歳ですから。あえあこれさっき言いましたよね、新しい CD が欲しいみたいな。新しい CD も高いですよやっぱりね。ええ、新しい写真が欲しいとか、お新しい雑誌を買おうとしているとか。ああそうか、でも雑誌もいっぱい出てるもんね、うん、正解こちら。ふみかちゃんが叶えたい願い事ってあったりしますか？叶えたい願い事叶えてみたい、関ジャニの写真をいっぱい買うこと、いっぱい買うことです。関ジャニの写真をいっぱい欲しいと。はい、それ錦戸くん。はい、錦戸くんのさ、どこがそんなに好きなの？全部一番好きなのが、性格です。性格、錦戸くんの性格ってどんな性格です意地悪な質問。ヘタレです。錦戸くんヘタレなの？結構。はい、すごいな。すごいですね、ピュアすぎて。はい、あの関ジャニの錦戸くんの写真をいっぱい買うことが今の願い、祈りです。すごい、いっぱい買いたいんです。とにかくいろんな錦戸くんが見たいわけですね。そう、もう部屋中錦戸くんにも全部にして囲まれたいんです。上も下ももう全部に貼り付けたいの。なるほど、いっぱい、一枚じゃダメなの。ああ、うん、でだけどどこがいいのって言ったら、性格知ってんのかあったのかっていう感じですけども、合ってるの彼女の中で。もう一回会ったら、性格いいいいよねあの人、性格錦戸って友達同士で。かわいい。うん、でどこのどういう性格、ヘタレバカにしてんのかそのちょっとなんかこう、そうヘタレなところっていうのも含めなんですよね。なんかキュンってしちゃうんでしょ。9歳にしてすでに母性本能、うわーすごいな、ってるわけですよ。写真いっぱい買ったりした記憶ないんですね。僕ないですよ。僕も結構あれですよ、薬師丸ひろ子とか全部貼ってありましたね、部屋中。ほんとっすか。あとなんかこうパンフレットとかも集めましたね。そんなにだって お金なくなかったです。パンフレットとかはタダじゃないですか。よくあの例えばこうパナソニックだとかなんとかってなって、こうほら CM とかに使われたりすると、こう表紙があえてこうアイドルになるでしょ。あれをこう電気屋さんに行って、あと電気屋さんにポスター貼ってあるじゃないですか、うん、そのキャンペーンが終わる頃にこうちょっと剥がすときくださいって言って、それ予約したり。それいくつの時やったんですか？いやもう結構小学校だと思いますけどね。それなかなかハイレベルですよ。勇気いるんですよ。でだけどもう行くと、あごめんね先約がとかって言って、もう僕の頃はそういう、先取られたみたいなことも結構あって、で聞くとその一個上の先輩とかがもうなんかやるとかしててなんだよ、ちくしょう、ブルックシリーズ取り損ねたみたいなことよくあったんですよ。じゃあソフィー・マルソーでいいかみたいなね、時代ですよ。ほんとっすか。いや、いらなかったですか？僕天井とかにも貼ってありましたよ。もう寝るときにほらいつも目合うんですよ。ああ。気持ちいいんですよこれ。僕ね、どっちかって言ったら、相当オタク寄りだったんで。どういうことですか？じゃあ僕ね、何貼ってあるんですか？ナウシカのポスターですよ。ナウシカと、もうラピュタですね。悲しくなんないですか寝るときに。いやもうそのなんか、もうもう本当大好きだったんで。大丈夫ですか？なんかもう蓋入ってからタン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 ってびっくりじゃないですか？いやいや俺もそれはもうナウシカと、まあ、宮崎駿さんの、はい、あの絵のポスターっていうかアニメじゃなくてね。宮崎さんの絵の方ね。そうそうそう、宮崎駿さんの顔があの天井に貼ってあるわけじゃないですよね。よっぽど好きだなお前。それ結構お母さん心配しますよ、ね。あの子大丈夫かしらってなっちゃうんですよ。あの人誰？おじさんの顔が貼ってあるけど最近なんです。いいねこれ。でもピュアですわね。うん、だからヤスさんのファンもそうですけど、やっぱこうやっていろんなグッズ出るじゃないですか。全部やっぱ集めたし全部欲しいっていう人やっぱいるんですよ。こういうのたまんないと思う。やっぱり本当ね、出ると全部欲しくなるの。本当ですか？そう、嫌なんですね、何か欠けてたりとかないって思うのがね。僕ね本当ね、その心理がね本当こうちょっとあの理解ちょっとできない、ね、自分であんまりハマってないからね。
そうなんですよ。だから得点とかそんなの誰も喜ばないんじゃないのとか俺いつも言ってる。あ、会議とかで。そうそうそう。こらーと何言ったなーっ私が買うでしょいやもうスタッフ実際ね考えて考えてきてこういうことすれば一番喜んでもらえるかなとかそう。そうなんですけど。ね、より安さに近づけるためにってそういうもんなんですよ。今なんかね、すごくそこのね、意味がこう、すごくこう、学習した気がしました。ちょっとずつ分かってきたでしょ。はい。ほら。少女の祈りに耳を貸してくれると、これはいい時間だわ。安さもそうそう変われるんですよ、これ。はあ。いや、これでまた近づけたんだもの。よかった、よかった、これ。